YouTube を頑張ってらっしゃる皆様、こんにちは。今回ですね、YouTube のモチベーションを落とすね、一つの要因として皆さんが気にしてらっしゃるコメントについてちょっとお話ししようかと思いますね。まあ、動画を発信していて嬉しいなと思うのはコメントがついた時なんですよね。で、コメントを見に行くと、ものすごくね、自分を励ましてくれる人とか、それからためになりましたっていうね、そういう書き込みならいいんですけども、このなんだこれは、この動画はとかね、こんなもん動画にあげるなとかね、広告収入狙いでこんなことを釣るなとかね、まあ、他にもいろいろとクレームがつくと思います。で、まあ、いわゆるこのアンチってやつなんですけども、このアンチにね、私はちょっとめげないでもらいたいなっていうのが今日のこの動画の趣旨なんですよね。というのがね、動画をずっと作り続けるっていうことを、まあ、なりわいとする、まあ、趣味とする、まあ、それをねやっていこうとする方の中で、あのアンチコメントっていうのは避けられないんですけども、このアンチの人ってね、続かないんですよ。ずっと動画を作っていくと、そこにずっとねついてきて、そのたんびにアンチコメントするぐらいのエネルギーがその人にはないんですよ。まあ、ですんで、ポンとね、なんかね、憎まれ口を叩いて、そこに反応があったらまた来ます。でも反応がない限り二度と来ることはありません。なぜなら動画が好きではないからなんですよね。で、動画が好きな人が結局はあなたのファンになってくれるんですよ。100個作っても200個作っても500個作っても1000個作ってもたまに見に来てくれてる、そういう風なね、あなたの動画が好きな人っていうのに対して発信すればいいんですよね。あなたの動画にケチをつけたい人っていうのはあまり反応しなくていいんですよ。その人はどうせいなくなりますから。その人をね、解き伏せたところで、その人は面白くなくてさらに意地悪をしてくるんですよ。そしてその人の主張を認めれば、今度はね、イケタカに今度はもっともっとね、あなたを攻めてくることになりますんで、どっちにしてもいいことはないんですよね。もちろん、情報発信のプロになれば、アンチをファンに変えるということができなくはありませんけども、多分ね、コメントにうっとね、引っかかる、そこにモチベーションを落とすぐらいでしたら、まずあなたが初心者だと思いますんで、そういう人の、ね、裁き方ってのは、まだまだこれから学んでいけばいい話で、今の段階ではもう、ね、気にしないというのが一番です。あなたが、そういうふうなね、NG なコメントとかアンチなコメントを見かけるたびに、その10倍ぐらい動画を作っていけばいいと思います。しかもね、そのコメントに対しての動画ではないですよ。やっぱりいつも励まされていることとか、いつも支えられているってことのね、感謝の動画を作っていけばいいと思うんですよ。そういうふうなね、美しいものとか楽しいものとか嬉しいものが嫌いな人が、そういうふうなね、憎まれコメント書きますんで、いいものを発信していけば面白くなくて、その人は去っていくんですよ。でも誰かと誰かが争っているものとか、誰かが誰かを論破しているものとかね、例えばね、まあ、2チャンネルのひろゆきさんっていうのは結構弁が立つわけですけども、そういう人があらゆる知識人とかをね、めった打ちにするところが好きな人、そういうのがね、あなたのところに流れてくると結構厄介ですからね。そういうひろゆきさんみたいな賢い方がね、こう人をね、なんかこう解き伏せた言葉とか、本当に納得感のあるようなエピソードを自分で使おうとしているわけですからね。まあ、ひろゆきさんね、非常にユニークな見解をお持ちなんで、私もね、よく動画の方とかね、音声の方と聞くんですけども、やっぱりね、ああ、いいこと言うなっていうことが多いのとともに、これ言いまかされた人は自分の立場もなくしてメンツ丸つぶれでね、本当気の毒だなと、そこまで言わなくてもいいのになと。しかもこの YouTube を中心とする講師の面前で、恥をかかしたりへこましたりする目的でそれを言うことはないなっていうふうに思うんですよね。もちろんこれは私がひろゆきさんに対して思うことなんですよ。要するに何が言いたいかっていうと、人が人を論破するところってある意味面白いんですよね。自分の代わりに、誰かをねやっつけてくれたみたいな気持ちがするんですよ。ただそれが自分の矛先、自分に対して矛先を向いた時っていうのはね、やっぱりね、立つ瀬がないわけですよね。まあ、ですんで、いろんなことを考えた時に、せっかくね、YouTube で発信しようとしている人を励ますことはあれ、でもね、けなすことはないだろうと思うんですよ。やっぱり普通の人ですからね、有名人でもなければ、それによって高額な所得を得てる人でもないと、いわゆる私たちの視聴者の仲間なんですよね。誰が視聴者の仲間かというと、まだね、いわゆる駆け出しの YouTuber とかね、私みたいにまだね、チャンネル登録もう1万人前後、そういう人まではね、あんまり責めなくていいんではないかなっていうことで、最終的にはちょっと私のこともね、あんまり責めないでくださいと言いたいようなね、そんな動画になってしまいました。ということで今回は以上です。それではいってらっしゃい。